メロンソーダにアイスクリームを浮かべたクリームソーダクリームソーダとはコーラやルートビアを主な材料としバニラなどの風味をつけた炭酸飲料または乳乳製品を加えたデザートである。また日本ではメロンソーダなどの炭酸飲料にアイスクリームを乗せた飲料もクリームソーダとして故障する。ジャス規格に定められたフレーバリングされた炭酸飲料のうち乳または 乳製品を加えたものが該当する。2017年度の炭酸飲料におけるシェアは5.9%。緑色に着色されたメロンソーダなどにアイスクリームを乗せた飲料がクリームソーダと呼ばれており、レストランや喫茶店で単にクリームソーダという場合は基本的にこのアイスクリーム入りメロンソーダを指す。マラスキーのチェリーを飾る場合もあり、この場合サクランボは 比重が高く、水に沈むため、大抵は氷やアイスクリームの上に乗せて供される。日本では、缶やペットボトルなどの容器に入れて発売されているものも、メロン風味のものが多い。アイスクリームソーダは、日本初のソーダ派運転として開業した、資生堂パーラー、銀座本店が最初に販売を始めたとされている。なお、長らくアメリカの軍政下にあった沖縄県では、 カラメル色素とバニラフレーバーを使用した炭酸飲料がクリームソーダとして製造販売されている。ルートビアフロート日本を除く世界の国々では一般にクリームソーダとはコーラやルートビアを主な材料としバニラなどの風味をつけアイスクリームやクリームは使わない飲料を指す。北アメリカやオセアニアではコーラやルートビアを 主な材料とした一般的なもの以外にも果物や風船ガムなど様々な風味のクリームソーダが販売されている。なお、A&W 社では2008年より日本のクリームソーダのように製造したフロートも発売している。イングランドではバニラの風味のものだけがクリームソーダと言われていたがバニラ以外の風味を持つクリームソーダも販売されている。イングランドでは AG バールやベンシャーズなどが製造している。香港や台湾などでは北アメリカ同様バニラの風味をつけたクリームソーダをコカ・コーラ社などが製造している。ありがとうございます。